率直な、日中両国の、まあ、対話というか、が行われて、特に民間同士の新しい対話チャンネルを通じて率直な意見交換が行われているというのを見て大変嬉しく思いますし、こうした努力を積み重ねることこそが日中間の、まあ、明日を開いているというふうに改めて確信をしたところでございます。私も昨日はアジアの大交流と日中協力の分科会に参加をさせていただきました。大変広い視点になった議論が行われておりました。またこのフォーラムはそれ自体がすでに、まあ、日中関係の将来を考える巨大なシンクタンクのようなものだったと言えるのではないかと思っております。その一員として、まあ、この基調講演を行う機会を与えてくださった主催者の言論 NPO、 そしてまたチャイナデイリー、そして北京大学の関係各員には改めて感謝申し上げたいというふうに思っております。私はこれまで外務副大臣として2回北京にお邪魔をいたしました。中国の政府のみならず民間の有識者を含めまして、いろいろな方々と意見交換を行う機会を得ることができました。こうした交流を通じて強く感じたことは、中国側も一貫して対日関係を重視しているということであり、私たちはこれを高く評価しているところでございます。5月にドーハで、そしてまた7月にはクアラルンプールで、李朝清さんと麻生外務大臣との間で、会談が行われて、この間特に、1時間近く、議論して大変いい、対話ができたというふうに麻生大臣から聞いているところでございます。日中関係が世界で最も重要な二国間関係の一つであることを確認をしたということは、今後の日中関係を進めていく上で大きな意義があると考えますし、我が国としても日中関係を重視するとの方針にはいささかの揺るぎもないということを申し上げたいと思います。もちろん、まあ、ご出席の皆様方にはご承知のとおり日中関係の問題がないわけではないわけであって、むしろ、歴史問題あるいは東シナ海の資源開発問題等々懸案が多く存在しているのが現状でございます。歴史については昨日の分科会でもかなり突っ込んだ議論が行われたようでございますが、まあ、この後の分科会報告を聴取させていただいて、いきたいと思いますけれども、一言だけ申し上げたいと思いますけれども、それは戦後60年にわたって、我が国は平和国家としての歩みをよく、まあ、平和国家としての歩みを進めてきたということをよく見ていただきたい。そして小泉総理が昨年8月15日の談話で述べました通り、我が国の戦後の歴史はまさに戦争への反省を行動で示した平和の60年だったということだと思います。ご出席の皆様方の中には違った見方をされる方もおられるかもわかりませんが、しかし異なる見方があるときこそ、まあ、一層対話と交流を深めていくことが必要だと思います。経済、科学技術、文化、青少年、政党、議会、安全保障、あらゆる分野で、その協力を進める。そのためには、まあ、日中関係の幅と深さ、これを考えて、まだまだその旅も幅も広げていかなければいけない、そういうところに私たちは立っているんだろうと思います。両国の共通利益として目に見える形にを示していくということが大事なのではないかと思っております。今日のお話の中でまずはアジア、まあ、さらには広く国際社会の中における日本と中国という視点から始めたいと思います。私はまず強調したいのは、国交正常化以来30年余り、まあ、幾多の風雪を経験しながら、日中関係は冷戦後のグローバル市場の爆発を契機に、契機とする世界経済の急速なグローバル化、そしてボーダレス化の進展、
あるいは地域紛争の増大という21世紀の新たな現実の中で、改めてその強靭さを今試されているんだろうというふうに思います。日本と中国が大国強国として併存した経験というのは歴史上一度もないとよく言われているわけでありますが、確かに19世紀半ばのアヘン戦争以降の中国とか明治維新以降の日本を取る限りでは、それはそうかも分かりません。まあ、しかしながら歴史を遡ると近世では江戸幕府と清国というのはちょうど同じ時期にできて、日中とも国力としては、当時の、まあ、西欧列強国にそれぞれ匹敵するぐらいの、まあ、強い国になっていたというふうにも言われております。これは白石先生からも教えていただいた事実であると思うわけでございますが、この時期の江戸幕府と清国というのは平和共存の維持に努めた結果、1680年までには東アジア地域秩序は安定が得られたとされています。その背景としては東アジアの近世国家は江戸幕府の鎖国に代表されるような国内の社会秩序を維持を優先する、それから形成再民というのを重点施策としていたというようなことが挙げられるわけでありますけれども、ある意味で、まあ、そうしたある種の殻に閉じこもるということで、暗黙のうちにお互いの内政不干渉を保障し合っていたということかと思うわけであります。しかし今21世紀になって世界はまさにボーダレス化をしているわけでございます。人も物も金も殻に閉じこもるということはもう許されない。アジアの中でも中国、そしてインド、そして ASEAN、各国、そういった各国がしのぎを削って競争を繰り広げていく現実の中で、安定的な日中関係をいかに構築していくべきかという課題に我々は正面から取り組まなければならないということだと思います。